こんにちは。じゃあ、さあ、はい、本日もうちょっと即席感がすごいですけども、あ、いいでしょう。これ、はい、まあ、明るい話題じゃないでしょ。いや、まあそうですね。まあ、はい、もうちょっとあの寂しい話題にもなるんですかね。まあ、一郎が引退したという、はい、そういうことでございます。退団した先輩、ね、先輩が引退をするという。はい。いや、もう本当自分の心の中にはね、いつまでも一郎さんいますから。うん、はい、まあただ、はい、なんかこうシナリオ通りっていうような感じもするけどね。うん、そこまで、うん、やっぱり1年間ブランクがあって、はい、で日本でたまたまこう開幕が重なって、はい、でイチローが来てくれて、はい、で日本のファンの前でサヨナラをしてくれたっていうのは、うん、なんかすごく感動的だったよね。それはすごく嬉しかったし、うん、日本で言ってくれたっていうのが、はい、すごく日本を大切にしてくれてて、うん、なんかすごく好感を持ってたというか、うん、よかったよね、うん、確かに、うん、ただ、はい、会見、はい、ちょっと残念だったな。あら、本当ですか。いや、感動的な言葉もあったよ、はいはい、例えば一番俺が感動的だったのは、うん、奥さんに、うん、あの、まあ、毎日ね、はい、ホームグラウンドの時は、はい、ホームゲームの時はおにぎりを握ってもらって、はい、それを球場で食べるという、はい、それが3000個いかなかったと。そうですね。握らせなかったっていうね、うん、3000個握りたかったなって奥さんに言われた時に、はい、2800ぐらいに握ってたのかな。2900ぐらいですね。そうだよね、はい、うん、だからあその話は感動したけど、うん、なんかね、あの会見を見てて、はい、ストーリー性がないわけよ、ドラマが。なんか単発単発単発でさ、イチローが喋ってるだけで、なんかこう質問もどうだったのかなっていう節もあるけど、同じ重複したりだとか、そうですね、結構突っ込まれてましたね。いや、さっき喋ったし、まあまあそういう不快感も出してたけど、だけどなんかイチローにはさ、まあ試合が終わってすぐだし、まあああいう日だから、まああんまりストーリー性にはしなかったのかもわからないけど、なんかこう大木さんの話でもさ、酒飲むと変わるんだなみたいな、はいはい、そんなんじゃなくて、はい、なんかこう大木さんの懐がね、はい、大きくて大木さんのところから旅立つことができたとかさ、はい、なんかストーリー性が欲しかったんだよね、俺の中ではね。まあ、テレアだっていうのがよく分かったね。いや、でもやっぱそういう感じしますね。そうなんですよ、やっぱメーネンってみんなそうなんで、なんかさ、いや、お前の方あのもうかぶせなくてもいい、ほっといていい、いいです、置きっぱなし、サクサクいきましょう、行きましょう。いや、やっぱ喋る機会がこれからあると思うんだよね。まあ、増えてきますよね、絶対、うん、だから一郎のなんかこう物語とかさ、はい、ストーリーを聞きたいなと思って、うん、それはね、いくらでもあると思うよ。そうですね、うん、会見でも結構、いや、ここではちょっとまだ話せないなみたいなことも何個かあったじゃないですか、あのイチロー選手も、うん、でもそれはさ、はい、会見を開いた以上、はい、あまり言ってほしくなかったしね、はあ、俺はね、それ、まあ、そういうことをって、やっぱものすごくその日だから言えることもあるわけじゃん、はいはいはい、だからなんか聞いときたかったっていうのが、ね、今のうちにという、うん、だからなんかこうストーリー性に欠けて、ちょっとあの会見ってどうだったのかなっていう、あ、まあ、申し訳ないけど、だけどあれ代表質問かなんかを用意しておいて、はい、やっぱストーリー性を持った質問の方が良かったのかなと思うよ、ね、確かに。せっかく日本でやってくれたんだからさ。いや、まあそうですね、うん、流れまではちょっとやっぱり決まってないとどうにもなんないですよね、うんうん、でもさ、思い出のヒットはとかさ、はい、思い出の試合はとか、はい、そういう質問もあったけど、はい、まあやっぱあれだけ4000本以上打ってるとさ、そうですね、なんかどれに絞っていいのか分からないぐらいの感動があるんだろうね。結局去年の出れなかったところのシーズンの話をしましたね、うん、してましたね、うん、まああれは僕にしか体験できないことだった、まあ確かにそうだよね、うんうん、まあ、確かにそうだけど、やっぱ1年のブランクってでかかったな。いや、そうですよね、1年空いちゃうと、もうだから一郎が一番悔いを残してるのが、おそらくオープン戦から開幕2試合に4試合け、はいはい、あって日本のファンにヒットが見せれなかったっていうことが、うん、なんか、うん、イチローの中で一番辛いことだったのかなって思うよね。そうですね、うん、だから言ってほしかったんだよ俺は、はい、日本に帰ってきて4試合全力でやったけど打てなかったと、はいね、
皆さんの夢の中で一本を打たせてくださいとかさ、なんかそういう風に締めてほしかったんだよね。結構豊さんの中であったんですね。こういや俺はそういう風に言ってくれって思いながら見てたから、自分の中での一郎さんの会見を、会見開きましょうか一回。なんかそうだね、一回豊さんのシナリオで提出して、やってもらいましょう。生い立ち行きましょう、生い立ち、ここで挽回しましょう。生い立ち回んないから、ね、まあそういうことで、はい、まあ、本当にあの、はい、夢も、うん、なんか感動も、はい、勇気も、はい、なんか野球ファンのみならず、うん、みんなになんかこう勇気をね、うん、与えた一郎、はい、お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。チャンネルで待っております。出てくれるか。